ふわふわのオムレツに秋の味覚をたっぷり閉じ込めました。風味豊かなキノコと塩味の効いた鮭がゴロッと入った一品です。フライパン一つで簡単にできちゃうキノコと鮭のプレーンオムレツをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず舞茸、しめじは小房に分けます。椎茸は半分に切ります。玉ねぎは粗みじんに切ります。塩鮭は小骨を除いて一口大に切りましょう。大きめに切ることで見栄えが良くなりボリューム感もアップしますよ。フライパンにオリーブオイルを熱し、舞茸、しめじ、椎茸、玉ねぎ、塩鮭を炒めます。材料 A で調味し、混ぜ合わせた材料 B を加えます。蓋をして弱火で 4、5 分加熱し、火を止めてしばらく蒸らしましょう。仕上げにパセリを散らせば出来上がりです。鮭の小骨を丁寧に除いておくと、お子様も安心して召し上がれますよ。ぜひお試しください。